どうも、ひろはすです。今日話すのはゲーム開発を始めるための準備からリリースまでの全体の流れについて解説したいと思います。またそれぞれの詳細は後日解説していこうと思ってます。今回は全体の流れをざっくり知っていただければなと思ってます。で、今日の概要なんですけど、1、必要なものを揃える。2、ジャンルを決める。3、使うゲームエンジンを決める。4、いきなりゲームを作る。5、テストプレイとデバッグ。6、ゲームを発表する。7、意見を取り入れて改善する。こんな感じで全体の流れについて解説したいと思います。ではまず1つ目、必要なものを揃える。とりあえず買わないといけないのはパソコンとインターネット環境だけですね。あとは全て無料で手に入ります。パソコンはできれば Mac を買ってほしいんですよ。知らない方もいると思うんですけど、 Mac って Windows も入れれるんですよ。ブートキャンプっていう機能があって、簡単に Windows をインストールできて、起動時に Mac と Windows どっちで起動するかを選べるようにできるんですよ。あと iPhone のアプリが Mac がないと出せないんですよ。なので Mac を買うと MacOS、Windows、iPhone、Android 向けにゲームをリリースできるんですけど、 Windows PC だと Windows と Android のみになっちゃうんですよね。まあ Switch とか PS4 とかは Windows でも Mac でも出せるんですけど、まあなるべく多くのプラットフォームで出した方が売れる確率って上がるので、まあ、僕は Mac 買うことをお勧めしてます。もう Windows のパソコンがうちにあるんだよねっていう方は別に作れないことないので、そのまま使っていただいて OK です。最近のゲームエンジンって途中で PC 買い替えてもすぐ移行できるので、まずは持ってるやつで作り始めていただければなと思います。あとできればいい椅子を買った方がいいですね。デスクワークってやっぱり腰、背中、首、肩、見た目やすいので。次に2つ目ですね、ジャンルを決める。ほとんどの人って最初はジャンルを決めずにどんなゲームを作ろうかなって企画を考え始めると思うんですけど、僕はまずジャンルを確定させてからゲームの企画を考えることをお勧めしてます。その方が早く企画が確定するので、すぐゲーム作り始められるんですよ。初心者がね、いきなり今までいない斬新なゲーム作るぞって言って作り始めるっていうのはちょっと無謀な行為なんじゃないかなと思います。まあ自分が好きなジャンルのゲームを作るのが一番いいとは思うんですけど、僕が初心者におすすめしているのはブロック崩しですね。まあ、開発の難易度が低い割にゲームの基本が結構しっかり学べるんですよ。なのでちょっと嫌かもしれないんですけど、とりあえず最初はブロック崩し1本作ってみるのがおすすめですね。で、次に3つ目ですね、使うゲームエンジンを決める。もうおすすめはユニティです。第2候補を挙げるならゲームメーカーですね。一応おすすめゲームエンジンを紹介した動画もあるので、そちらは見ていただければなと思うんですけど、このチャンネルではね、アンリアルエンジン進めてないんですけど、それはなぜかっていうと、アンリアルエンジンってすごいいいツールなんですよ。めちゃくちゃいいゲームエンジンなんですけど、規約にね、作ったゲームはずっと売り上げの 5% いただきますっていうね、書いてあるんですよ。これヒットしたら下だけね、後で聞いてくると思うんですよね。ゲームがすごい売れた時に、これユニティで作ってたら 5% 取られなかったのになーって、後で後悔すると思うんですけどね。まあ、あと個人で作る範囲だったら、アンリアルエンジンで作れてインディーで作れないものって、まあ、ほぼないかなって思うんで、まあ両者似てるところも多いので、どちらか使えたらもう片方を学ぶのってそんなに時間かからないので、とりあえず僕はユニティをおすすめしてます。次に4つ目ですね。いきなりゲームを作る。これはですね、ゲームエンジンパソコンにインストールしたらですね、普通まずはマニュアルを読んだり、チュートリアルとかをやっていくと思うんですけど、僕はいきなりゲームを作り始めることをおすすめしてます。これはなぜかっていうと、マニュアル読むとか、チュートリアルやるとか、面白くないんですよ。各メニュー画面の解説とか、こういう機能があるよとか。そんな読んでてテンション上がるわけないんですよ。なので、いきなりゲーム作り始めましょう。もう各機能なんか作りながら学べばいいんですよ。で、まあ、例えばね、さっき言ったブロック崩し作るとしたら、ゲームエンジン名、スペースブロック崩しで検索したら、もういくらでも作例出てくるので、それに習ってどんどん作っていきましょう。まあ一日あればね、プレイヤー作ってそれを動かす。それぐらいまでは全然いけるので、出したグラフィックを自分で操作できるってとこまで行くと、やっぱどんどんテンション上がっていくので、なるべく初日でそういうゲーム作り始めたなっていうところまで持っていってほしいんですよね。初日読書で終わっちゃうと結構2日目テンション上がらないんじゃないかなと思うので。で、次5つ目ですね。テストプレイとデバッグ。
がもうゲームができたらとりあえずテストしましょう。そして変な動きとかがあったら直していくと。でここで思いついた新機能とかね、全然入れてもらっていいんで、ここエフェクトを出したら気持ちいいだろうなとか、ここに効果を入れてみようかなとか、そういうのはやればやるほどゲーム面白くなっていくし、あなたのオリジナルになっていくんですよ。これをどれだけやるかで個性が分かれてくるんですね。次に6個目、ゲームを発表する。まあテストプレイ繰り返して、よしこれで完成だって思ったらですね、ゲームを世に出しましょう。これもうお金取れるなっていう思ったらですね、全然1本目からもう有料で販売してもいいし、無料アプリで広告つけて出すっていうのもいいと思います。お金取るのはちょっと厳しいなって思ったらですね、まあ、無料で公開しましょう。まあ、ゲーム公開とかでね、検索していただければ公開する場所っていうのもたくさん出てくるので、もうそれも無理怖いっていう方はですね、まあ、家族か友人に遊んでもらいましょう。ゲームってもうとにかく他人に遊んでもらわないと何も始まらないので。で最後、意見を取り入れて改善する。誰かに遊んでもらえたら何かしら意見もらえると思うんですよ。褒められたらね、もうめちゃくちゃテンション上がるんですけど、ここが難しいとか、ここ面白くないよとか、文句言われることもたくさんあると思います。ここが難しいとかはですね、もう自分で判断すればいいと思うんですよ。この難しさがいいんだよっていう場合は、そのままでもいいんですけど、もしかしたらね、ハードモードとか、イージーモードとかね、難易度選べるようにした方が親切かもしれないですね。ここが面白くないとか言われたら、もうそれはね、何か対応が必要だと思います。もうプレイヤーがね、こういう機能が欲しいよとか、そういうリクエストにはね、なるべく応えて、どんどん実装していきましょう。そういう期待に応えるアップデートっていうのを繰り返していくと、もう作ってる人の誠実さがね、ユーザーに伝わるんですよ。そうするとどんどんね、ファンがついてくるので。以上が個人でゲームを開発する流れですね。もし出したゲームがヒットしたら、最後の改善をね、ひたすら繰り返します。これが全然売れなかったら、もうある程度の調整で済ましちゃって、さっさと次のゲームを作り始めた方がいいでしょうね。最後までご視聴ありがとうございます。今日は全体の流れを説明したんですけど、また各パートの詳細もね、解説していこうと思ってます。高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。ではまた。